ステファニア・ベルトンはイタリア出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはオンドレイ・ホタレック。夫はフィギュアスケート選手のロックニ・ブルーベーカー。2014年ソチオリンピックイタリア代表。2013年ヨーロッパフィギュアスケート選手権3位。2013年2月2日にアメリカのペアスケーターのロックニ・ブルーベーカーからプロポーズを受けた。2015年6月5日に シカゴで挙式をした。ノービス時代にはアイスダンスでもイタリア選手権で好成績を残した。2004年から女子シングルで ISU ジュニアグランプリに参戦。2006から7年シーズンにはファイナルに進出し、イタリア選手権でも2位に入る。翌2007から8年シーズンにはヨーロッパ選手権に出場した。2008年にはクリスタルスケートにて国際競技会で、 初優勝、ヨーロッパ選手権にも前年に続き、出場を果たしたが、シーズン終了後に、ペア競技に転向。オンドレー・ホタルックとのペアを結成した。2011から2012シーズン、ロステレコムハイでは、同メダルを獲得。イタリアのペアが、グランプリシリーズで獲得した初めてのメダルとなった。ヨーロッパ選手権では、ホタルックの体調不良の中、イタリアのペアでは、 過去最高の4位入賞を果たす。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2戦ともに、銅メダルを獲得。ヨーロッパ選手権でも、銅メダルを獲得。イタリアのペアが初めて、ISU チャンピオンシップスで獲得したメダルとなった。2013から2014シーズン、スケートカナダで、SP、FS ともにパーソナルベストを更新し、グランプリシリーズ初優勝。 イタリアのペアがグランプリシリーズで優勝するのは初めてのことである。ヨーロッパ選手権では前年より順位を一つ落として4位。ソチオリンピックの団体戦 ESP では初めての70点台をマーク。個人戦ではジャンプの失敗が響き11位に終わった。シーズン終了後、ホタリックとのペアを解消した。シーズンオフにはロックニブルーベーカーとのペアでアイスショーに出演した。 2015年にはリーフスアイスセンターのスケーティングディレクターに夫のブルーベーカーと共に就任した。詳細詳細。ありがとうございます。